はい、それじゃあね、次は演習問題1番のね、問い3番以降ね、解説をしていきます。じゃあ問い3番、問題文読んでみると。下線2について、スモール A の劣勢致死の、スモール A が劣勢致死の場合、スモール A の遺伝子頻度は経過世代、世代経過に従ってどのように変化するか。グラフの外形を回答欄に実践で書き込んで知る、示せーっていうことですね。はい。ちょっと下線2見てみましょう。下線2見てみると、式録をグラフに表すことで、世代経過に従ったスモール A の遺伝子頻度の経過が読み取れると。ね。で、このね、式録っていうのはこいつで。ね、今回、このね、条件になってるときは、どういう条件かなって言うとね、授業プリントにわざわざ書いて、授業プリントに書いてありますね。授業プリントのところを見てみると、スモール A、スモール A のみで、子孫を残す確率が低下する場合で、なおかつね、スモール A、スモール A が致死の場合ってやつはね、こういう風になるんですよ、ってことですから。まあ、このね、グラフの外形を書いてあげればいいんです、ね。はい。パッと見てね、このグラフの外形どないなってんねんっていうのはね、ちょっと難しいですね。なんで、まあ、一個一個ね、ちょっとね、n の値入れていって、1、2、3、4とかね、ちょっと入れてみてね。で、どんな風になるかなーって考えていきましょう。じゃあまず、Q1 行きましょう。あ、Q1 の前に Q0 から行きましょう。一番最初 Q0 でしたから、Q0。まあ、要は n イコール0ですね。n イコール0を掘り込むと、0、Q0 かけて0。で、1ですから、分母1で、分子が Q0 ですから、もう Q0 ですね。Q0 イコール Q0 当たり前です。で、次、Q1。Q1 は、N に1代入して1で Q0、1たす Q0 が分母で、で、分子が Q0 ってことですからね。まあこれ Q0 より小さくなりますね、確実に。Q0 より小さくなるのは間違いないです。ね、Q0 を Q0 より大きい数字で割るわけですから、ね。Q0 より小さくなるのは当たり前。ね、で、なんていうより1より大きい数字で割りますからね。Q0 が、Q0 がより小さく、Q0 よりね、Q1 が小さくなるのは当たり前ですね。で、Q2。Q2。Q2 は、あ、Q2、Q2 の時は、まあ、ここは2になるわけですね。で、1とね、足しますから、Q0 より分母はでかい。そのね、Q0 より分母はでかくて、かつ1よりでかいと。で、そいつね、Q0 割ると、Q0 よりね、小さくなるのは当たり前。で、かつね、ここの、さっきは、Q1 の時は1でしたけど、2になってますから、よりね、割る数字がでかくなってますね。ってことですから、この Q2 ってやつはね、確実に Q1 より小さいですね。Q1 より小さい。っていうのを考えていくと、まあ、ここまででね、もうわかると思いますけど、ね、Q0 があって、Q1 があって、Q2 があって、で、てんてんてんみたいな感じで Qn がある。っていうのはわかりますね。はい。ここから、まあ、また推定ってやつですけどね。まあこんな感じになるんだなーっていうのが分かるはずです。で、あと、ちょっとね、これ、まあ数学ですけど、これまたね、この n をね、無限大、ね、無限にね、無限世代、ね、無限に飛ばしてやると、分母がね、ものすごく果てしなくでかくなりますから、これ無限大分の0みたいな感じになって、これ、無限大分のね、Q1 って言ったら、これもね、ほぼ0ですね。だからこいつ、0に飛んでいくと。n を無限大に飛ばすと0に飛んでいくという感じですね。ってことで、そんな感じのね、まあ、0は全近線ですね。全近線。になるような感じでグラフを書いてあげればいいってことです。はい。ってことで、回答としては、こんな感じ。今、なんか、パッと全近線とか言いましたけど、まあ、さすがにそれぐらいは大丈夫ですよね。はい。縦軸を、縦軸をスモール A の頻度でしたか？縦軸はスモール A の頻度にしましたね。頻度。また画数多いですね、頻度って。頻度。で、横軸を世代数ですか。としてやると、まず最初、一番最初、Q0 の時の頻度は、まあもちろん Q0。Q0。で、Q1 はね、Q0 より小さいところになります。まあなんでこの辺にしときますか。で、Q2 は、さらにね、Q1 より小さいところになります。ね、で、次、Q3 は、まあ、それも Q2 よりも小さいところになります。みたいな感じで、ね、まあ、だいたいまあ、点打っていうとこんな感じです。ね。で、その点はね、まあ、滑らかに結んでいくだけです。よいしょ。で、0にどん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 近づいていくみたいなグラフが書けていれば OK。ね、こんな感じのグラフの外形が書けていれば、丸です。はい。ということで、終わりですね。はい。問い3番、まあ、しっかりね、ちゃんとこれが導き出せていれば、
まあそんなにほど難しい問題ではなかったのではないでしょうか。はい。じゃあ次、問4番いきましょう。問4番、思ったより右か、スペースが余りましたね。問4番、右に書きましょう。はい。問4番、カッコ1。問4は、カッコ1とカッコ2があるんですね。カッコ1番。あ、カッコ1番の前に、問4の問題文を読みましょう。あるヘモログ、噛みましたね。あるヘモグロビン変異を、ホモで持つ人のほとんどは、子孫を残す前に、カマジョ赤血球症で死んでしまう。まあ、カマジョ赤血球貧血症のことですね。で、正常型とヘテロ個体は、生存や生殖は正常で、マラリアにも感染しにくい。ってことは、まあ、要は、こいつらはカマジョ赤血球貧血症ではないですよ、ってことですね。ヘテロの個体はカマジョ赤血球貧血症ではない。ってことは、ホモの個体だけですね。スモール A のホモの個体だけが、カマジョ赤血球貧血症ってことですね。はい。で、マラリアにも感染しにくいと。で、一方、正常型のホモ個体、ホモ個体がマラリアに感染すると、子孫を残す確率が低下すると。これを参考にして、以下のカッコ1、カッコ2の問いに答えようと。で、カッコ1番。あるマラリア流行地帯の流行地帯の集団では、このヘモグロビン変異遺伝子の頻度は世代を超えて 10% で一定しており、ヘテロ接合優性の典型例であると考えられると。ヘテロ個体が子孫を残す確率を1とすると。式8を利用して、この地帯での正常型ホモ個体が子孫を残す確率を分数で答えてくださいよーってことですね。はい。まあ、さっき、穴埋め何番でしたっけ？穴埋めの、かですか？か。穴埋めのかをね、うまいこと使っていけばいいような問題です。これはね。はい。まあ、まずね、授業プリントの方行ってみると、遺伝子型スモール A スモール A の個体は生殖適齢期までに死亡しますよね。この条件だと。この条件だと死亡してしまうというわけですね。あるマラリア流行地帯、あ、大丈夫ですね。生殖適齢期までに死亡するため、W2 っていうのは0ですね。W2 イコール0。で、W2 イコール0ですから、まあそういう時はね、S の値は 1-S イコール0ですから、S の値は1ですね。で、式8。式8をうまいこと使っていくと。今回、まず、10% ってなってますね。このヘモグロビン変異遺伝子の頻度は世代を超えて 10%。これ、まあ、スモール A ですからね。優劣で言うと、カマジョ赤血球貧血症をね、誘発するような遺伝子の方が劣勢でしたから。まあ、こいつはまあ、言うなれば、スモール Q ですね。スモール Q に当てはまるというわけですね。ということで、スモール Q の方が 0.1。10% ということは 0.1 ですね。0.1。100分率じゃなくてね、小数で書いて、小数でね、今までお話してきましたから、まあ、0.1 って書いてあげて。で、S プラス T 分の S のところの S のところに1を入れてやるというわけですね。ということで、1掘り込んで、T 掘り込んで、あと T ですかですね。で、こいつを解いてあげるだけです。まあ、こいつは皆さん解けるでしょう。T イコール9分の1。っていう風になると。っていうことですから。で、ヘテロ接合個体。ね。子孫を残す確率を求めてくださいよーって言われてますから。W1 ですよね。W1。W1 は 1-T ですね。ってことですから。1-9 分の1。ってことで、9分の8。っていうのが該当になるということですね。これが問1のか、問4のカッコ1ですか。カッコ1。ごめんなさい。カッコ1かぶ忘れました。カッコ1番です。ね。の該当は、こんな感じになりますよー。ね、はい。じゃあ次、カッコ2番行きましょう。よいしょ。あー。ティニングが。カッコ4、カッコ4じゃない。問4のカッコ2。問4カッコ1で、問4カッコ1の地帯でマラリアが完全になくなった場合、完全になくなっちゃいましたよーっていうね、そういう状況になったら、この集団でのカマジョ赤血球症の出現率が、現在の9分の1になるのは何世代後か。式6を利用して計算してくださいよーってことですね。はい。で、ただしマラリアがなくなった後に初めて生まれた世代を第1世代、つまり Q1 とし、マラリアの有無以外の環境条件には変化がないものとするってことですね。はい。まあじゃあ授業プリントはね、まあ読みながら、まあうまいこと埋めていきましょう。カッコ2番、現在の、カマジョ赤血球貧血症、ね、カマジョ赤血球貧血症のね、患者の人の遺伝子型はね、スモール A スモール A ですね、さっき言いました。ね。で、そいつの頻度はどんなになってますかって言ったらね、さっきね、
カムジョセキック貧血症のね、遺伝子はね、10% ですよって書いてましてね、スモール A のね、遺伝子頻度は 10%、ね、0.1 ですね。ということですから、スモール A のね、遺伝子型の頻度ね、遺伝子型の頻度はね、0.1×0.1 ですね。ということで、0.01 ですか ?01。っていう風になると。であり、第N 世代の、遺伝子スモール A の頻度は、色録および90=0.1。最初はね、10% って書いてありましたから、10%、0.1 ですね。90は 0.1。ということで、QN イコール、あ、この式はね、この式の90のところに 0.1 掘り込んでするってことですよ。QN イコール N プラス10分の1。というふうになるというわけですね。で、あるから。第N 世代のカモジョ赤血球貧血症、貧血症者の頻度はどのようになりますかっていうと、これ N 世代のね、スモール A の遺伝子頻度ですから、まあそいつ同士をね、かけてあげればいいだけです。N プラス10分の1かける N プラス10分の1イコール、こいつが、こいつは、あ、こいつは N プラス10の2乗分の1というふうになると。で、ここで、第N世代で、初期の9分の1の頻度で、カマジョ赤血球貧血症者が見られる。とすると、まあ、9分の1になるのは何世代後ですかって言われてますから、それがね、なるのが N 世代後ですよっていうふうにしたってことです。ね。で、っていうふうにしたとしたら、ね。9分の1。あ、これ、下、狭いですか下狭いかね。狭いような気がしますね。ちょっと上行きましょう。よいしょ。っていう風にしたとしたら、ね、最初の初期の、一番最初の遺伝子頻度は、ここに書いてあった。0.01 でした。で、それね、9分の1倍になるのが、ね、N 世代後ですよって言ってますから。で、そういう風になるのは N、ということで、満たすべきね、条件式としては、こういうね、式が成り立つわけですね。N 世代でのね、第 N 世代でのスモール A の遺伝子型の頻度はこんな感じ。ね、要は、カモジョ赤血球貧血症者の患者数の、ね、頻度はこんな感じ。で、初期の一番最初のね、カモジョ赤血球貧血症者の遺伝子型の頻度はこんな感じ。で、それの9分の1にね、N 世代目でなりますよ、言ってますから、これ式が、ね、満たせばいいというわけですね。で、左からね、これ見てやったら、これまあ、9分1×0.01 ですから、まあこれ900分の1ですね。900分の1。900分の1ってことですから、900分の1ってことは30分の1の全体の2乗ですね。こいつ。30分の1の全体の2乗ですね。ってことですから。まあこれね、2乗2乗ってなって、まああとは見比べてやるだけですね。まあここの中がね、うまいこと30になるようにね、N を定めればいいところですから、N は20ですね。ってことで、これを満たすような、N は N イコール20。ってことで、20世代後ってことですね。はい。っていう風になるというわけです。はい。まあ、完全に数学ですね。はい。まあ、問い4番は、数学ですね。本当に。問い3番はね、ちょっとまあ、考えれば、これがね、うまいこと導き出していれば、問いにはね、導き出していれば、一個一個ね、当てはめていって、で、グラフ点点点でね、まあ、うまいこと点を打っていって、で、それピューでね、なぞれば、こんな感じかなーっていうふうにわかると思いますし、まあ、あとはね、N がね、極限にね、まあ、無限大に飛んでいったら、まあ、何も、0になると、QN は0になるなーってことはね、まあ、容易に想像がつきますから、ね、0に向かって、まあ、どんどん近づくんじゃないかなーってことを考えて、こんな風に問い3を書けると思いますけど、まあ、問い4がね、めんどくさい計算がね、ごっちゃしてるというような感じでした。はい。演習問題1番ね、全体を通してね、まあ、計算ね、やっぱり生物もね、生物の問題、計算問題ありますからね、それをね、皆さんがちゃんと解けるような、解けるようなね、状態に常になっててほしいなーっていうね、思って、このね、計算の問題選びました。はい。まあ、ここで計算結末づいた人はね、しっかり計算ね、練習するようにしておきましょう。ね。はい。それではね、これで演習問題1番終わりで、今週の問題は終わりですね。それではまた来週、演習問題2番でお会いしましょう。